皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のレスレリは超育成全クエストドロップ量プラス 100% キャンペーンが23日から30日まで来ているというところで、絶対やっておいてほしいことというところを2点ご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。何を話すかと言いますと、まず1点目のイベント、今回で手に入るクリスタルロッド、素材をめちゃくちゃ取っといてほしいっていう話。そして2つ目、クリスタルロッドを回すにはクエストを消費してチケットを集めないといけないんですけれども、その時に攻撃の全色をしっかり取っておこうっていうところです。この2点を軸に話していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まずクエストドロップ量プラス 100% ってなんだっていうところから少しお話ししようと思います。こちら書いてあるんですけれども、すべての素材クエストでアイテムのドロップ量が 100% アップしますというところになっていますので、クッキー等を使ってガンガン今のうちに集めておくと後々の育成で楽になるよというふうになっておりますので、ここはクッキーの使いどころだと私は思ってます。溜め込んでる方ぜひ今回使いましょうというところで、早速説明していきます。よろしくお願いいたします。今回の爆裂マリーで手に入るこのクリスタルロッド、仏鋼プラス45、魔鋼プラス50というところで、それぞれ仏鋼魔鋼に特化した性能ではないんですけれども、この自身がアタッカーの時に受ける強化効果量プラス 15% っていうのがめちゃくちゃ強いんですよ。それぞれ防具とかでも、今の覚醒レスナーがさすらい装備つけてる方多いと思うんですけれども、武器でこれが作れちゃうと。しかも汎用性が高いので、どのアタッカーでも運用できる、仏鋼魔鋼問わずねっていうところになるので、これを最優先で今回作ってほしいと思っています。つけるギフト特性についてなんですけれども、私はこの2つしか今ついてないんですけれども、アタッカーに装備させるという点でスキルクリティカルというところ、また覚醒レシノを使いたい人に関してはスキルバフ A というところを厳選していった方がいいと思います。じゃあクリスタルロッドの素材がどこで取れるかっていうところも話をしていきたいと思います。クリスタルロッドの素材なんですけれども、爆裂マリーからの試練さんを周回するのが一番だと思います。一周するごとにブラウシ命令が10個手に入るというところになりますので、自身がどの程度保管しておきたいか確保しておきたいかっていうところに応じて周回数を決めれば良いと思います。私の場合なんですけれども、1万ぐらい集めてたんですけれども、 SSR2 個55を作るのに1万弱ぐらい消費してるので、それでさっきのスキルとスキルバーストっていうところだったんですよ。スキルクリティカル、そしてスキルバフウェイというのを作ろうと思ったら、単純に2倍2万ぐらい、もしかしたら2万5000ぐらい集めてないと正直作れないかなっていうところ懸念しておりますので、私の目標はそれぐらいにしたいと思います。そのためにクッキーとかも消費してガンガンチケット集めて周回しようかなと思っています。もちろん自然回復分は毎回必ずスタミナ溜まったら消費する、パイも消費する、無地宝石も使うっていうところにやった方がいいと思います。石の回復分ってことです。こちらにも書いてあるんですけれども、挑戦権ドロップキャンペーンというところで、仲間にしているキャラの最高レベルに応じて挑戦権爆裂マリーからの試練が追加ドロップするというところ、また今回のガチャで手に入る星3マリーと星3ロルノをパーティーに編成すると、爆裂マリーからの支援を消費したみんな10あたり追加1枚でゲットドロップしますよっていうところになっています。せっかくキャラクター手に入れたのに編成せずにクエスト回してる方要注意です。今からでも間に合います。必ずパーティーに編成してから追加で回すようにしましょう。ちなみに私のガチャ事情なんですけれども、あのあとプラス40連配布チケット分も合わせて回したんですけど、結局引けなかったので星3ロルナをコイン交換しました。500連ぐらいこれで出てないね。うん、次回の登場キャラで運勢が戻ることを祈ってます。ちなみに今回のイベントで素材周回し忘れたよっていう方のために話しておこうと思うんですけれども、現在復刻イベントは2人のシャリーと母の願いまで来ています。要するに2024年の1月くらいのイベントです。つまり復刻イベント約7ヶ月8ヶ月後かなっていう風に考えたら、そこまでクリスタルロッドの素材育成できなくなっちゃうんですよ。
つまり今回で素材をめちゃくちゃ集めといて、あとはマナが溜まり次第クリスタルロッドを作っていくっていう風なムーブがかなり良いという話になります。調合は焦らなくてもいいです。クエスト消費またはミッション達成のためにちょこちょこクリスタルロッドを作っていけばいいと思います。特に覚醒レスラー持ってる人なんかはね、最優先で作りたいものではあると思うんですけれども、まあ、ロマン大舞踏大会で活躍させたいとかもあると思いますので、各々の進捗に合わせてぜひ調合頑張っていきましょう。続いてこちらの前職の攻略クエストを絶対回そうというところも話をしていきたいと思います。現在 100% アップというところで先ほどクリスタルロッドの話をしたんですけれども、こちら超宝力が手に入る前職クエスト、この難易度1っていうところの話です。これも集めておきたいんですよ。なぜかというとレベルキャップが90まで解放されたというところにより、こちらの超宝力もボード解放に使うためです。でそれ以外にもこちら宝力3だとか宝力4っていうところも全職手に入るようになっていますので、かなりお得なんですよね。いろんな素材を集めようと思うと。ミッションの中にもあるんですけど、レベル90を10人作ろうっていうところでも実はランクの経験値がもらえたりしますので、10人作るって考えたらその分のこの宝力クエスト分の超宝力は集めておかないといけないということです。結構ドロップ率低いんで 100% アップ期間中にこれをしっかりと集めるというのをやっていただきたいです。もちろんこのクエスト回すと副産物として、副産物というかもうこれがメインになるんですけど、挑戦権ががっつり手に入るようになってますので、スタミナを無駄に使うことなく両方集めることができますので、この期間中に絶対やってほしいです。何度も言いますが、イベント素材はイベントが終わってしまうと復刻するまで手に入れることができません。ですので各々のレスレリランク、そして調合の運勢、これを一回考えてみてもらって、どの程度集めればいいのかなっていうところを考えてみていただけたらと思います。運がいい方は一回でできる方もいる、運が悪い方は私みたいに1万使ってももちろん出ないっていう方もいらっしゃいますので、ぜひ一緒に素材集め頑張りましょう。調合は後からでもできますのでね。ということで今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。最後に今回メダル効果で手に入れたヒロルナのモーションを見ながらお別れしたいと思います。まあ、今回のバースト技もね、めちゃくちゃパイに関するものではあるんですけれども、実はロルナ本編とかやってる方だったらわかると思うんですけれども、生きてるパイを作ってしまったりっていうこともあったりとか、なんとロルナのパイショップっていうのをね経営するようになったり、私もっと調合とかアトリエよりやりたいことがあるんですって言ってパイへの道をね探求し続けるっていうのがロルナのいいところでもあったりするので、今回のロルナはもしかしたらパイショップロルナに近しい存在かもしれないですね。その辺の話はまた別の機会に詳しくさせていただきたいと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。次回は今1周年のタイミングで絶対に迫らすべきっていうところを話したいと思います。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。またね、バイバイ、ありがとうございました。